もう全然言っといてくれるからさ、すっぴんやねんけど、すっぴんでもいいねんけどさ。ありがとうございます。何も言ってないのめっちゃ綺麗もん。私、あの、あれなんで。めっちゃ綺麗もん。なんだ、子供送り出したまんまなんだけど。見て、これ。ゴム。生活感。生活感。パンツのゴムしか。パンツのゴムやね。そこから3週間後ぐらいやっていう話を聞いてるんで、はい、まあ、今1月11月の19日にサブスクっていうかその Spotify とか Apple Music とかが一斉配信するっていうことなんで、はい、それだったら逆に3週間前の納品で大丈夫なんですよ、はい、だから なんだかんだ言って10月の中旬ぐらいですかね。まあその立ち上げの時にまあその音源をどこまで聞かせるかとか、うん、まあ、そういうことだと思うんで、まあ、その後ミュージックビデオ作るんでしょうね、まあ、要はその宣伝でその音楽をどう使うかっていう。まあそうですね。でも SNS でちょっと使いたい。これはちょっと使えないけど、あの合同会見の時にさ絵は撮れるじゃないですか。なんかそういうのを切り張りしたらいいかな。あのアーシャとね、がっつり1曲のミュージックビデオ。いやいや、もう分かんないですよ、30秒とか1分とか。そうそうそう、1分ぐらいです。はいはいはい、10月1日カンパケみたいにしてある。どうでしょうね。10月1日パケ、カンパケ、うん、いけるよね。いけると。で、その C はね、どこまでにあったらいい。レコーディングするか。8月ぐらいかなと思ってます。8月の、まあ、半ば過ぎ。レコーディングは9月でいいんじゃないですか。9月で大丈夫、うん、はい。多分だって1曲だったらもう、うん、多分サクサクっていきますよね。僕が大阪に出張よく行って大阪でレコーディングすることも多いんで、そのタイミングにもし会えばそのスタジオで、まあ、そのセッションが終わった後なのか前なのかサクッと取ってくることは可能だと思います。お願いします。では9月にレコーディングして9月にカンパケれば、はい、まあ、10月の1日のカンパケっていうのはまあ余裕で間に合うと思うんで、はい、その7月8月を使って歌詞をその募集かけてもらって、はいはい、その7月いっぱいぐらいで仕上げてもらうっていうのがなんとなく音的には多分そんな感じ。そんな感じですかね。めっちゃ早かったな。衣装どうする？合わせどういうどこまで合わせる？なんとなく合わせた方がいいじゃん。その色調とか、うん、確かに。でもなんかその服用その音の、まあ、でもイメージを考えると、うん、その曲今言ってる曲をイメージ考えると、うん、プロとかいうことじゃないな、わかる。わかる。まあ11月だから、そうそうそう。でもこれそのやつをライブでも着るってこと？いやいや、ライブで着たから、この間それ言ってたから、ライブで着ちゃうと、そう、ナオミちゃん。ああ、そうそうそう。衣装が必要になってきちゃうよっていう。ああ、なるほど、そう。だからそれは、例えば、じゃあ取材の時とか、うん、なんかそういう、あの、一日この日取材みたいな日があるんやったら、その日のやつ着てもいいと思うし、この間さ、コミがさ、白い上下着とったやん、ライブの時に。あんなんでいいんちゃうと思ったけど、その何、無地っていうかさ、白さ。で、別に、白じゃなくてもええねんけど、うんうん、いや、白っぽい方がいいなって。そうそうそう、白っぽくて、こういう感じになるよってやってくれたん？そうそうそう。まとめてくれたん？そうそうそう。すごいな。なんか、じゃこういうちょっとカジュアルな人もいて、うん、ワンピースの人もいて、うんうん、基本的には色のトーンは一緒みたいな。うんうん、いいと思う。そう、かわいいじゃん。で、これで背中に名前バーってこう
スタッフ T シャツみたいな。あ、そうだった。そうそうそう、わーって入れて。いっぱいあったのこれ。いっぱい。これは黒にピンクはスタッフだけ。あ、そうなんや。もらってない。あら。違うね。渡すって言うて、多分合ってなくて、そのまんまに、ね、ある家にいっぱいあるの。うん。何色か、4色ぐらい作った。売る、売る分。そうね。そんな可愛いのを作ってるんだ。これに負けないのを作ってる。いや、だからよ。どうすんねんっていう話よ。そう、だから15周年の時のあれが可愛かったから、どうしたらいいのかなと思ってたのね。あれを例えば使ってもうちょっとなんか、そうそう、なんか違う感じにするとか、うん、それとかもうちょっとちっちゃくして文字をとか、うんうん、そうやね。だからそのなんかあのでもキューピーちゃん入れるのは OPD といえば全然入れていいと思うんですけど、キューピーちゃんの入れ方これ、これはそうじゃん。あ、それ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 、そうです、うん、そうそうそう、キューピーちゃんの30でええんじゃん。あんがゆうかキューピーちゃんあんがゆうかで、あの、いよいよ私明日マック買いに行くからね。あなんとなくできる女さんの気だったの、うん、それでできるのか知らんけどマック買ってできるのか、うん、マック買って買ったらデザインができるのかは知らんけど、じゃあキューピーちゃんどっから手に入れんねんあっちゃう話だったじゃん、うん、まあなんかな、どうすんの、そうだったの、ね、でもなんか言ってたもんね、デザイン考えたらそれを残す人はおるって言ってた。あデザインさえ考えたらそれをちゃんとこうデータにする人、データにする人多いかな、うん、手書きでやっても私は綺麗に、た例えばそのさ、キューピーちゃんの30って言ってこういう風にしてくださいってやったらそれできる、じゃあできる人多いってこと、でもそれは私ができた方がいいってことだけど、ただそのマックを買ったからと言うってそれができんの、できるね、できるね、できるね、できんの、なりますあれ、イラストレーター、あ、そんなんないもん、そんなん、そんなんめっちゃ高いイラストレーター入れるのめっちゃ高いかも、やだやだ、そんなのにお金かけないそうだ、いられないとダメだよね、うん、イラストレーターないとデザインはちょっとできないし、じゃあ無理、じゃあパソコン買っても意味ない、うん、早っ手書きのやつで、いやいや、パソコンは関係なく買おうと思ってたから、はい、もともとね、そう今日来る前にアップルストア寄っていろいろ聞いてきてんけど、あのお姉さんのしたいやつやったらこれで十分やと思いますって言われたけど、あ、言われたの、あ聞いたの、そうやって、うん、あのデザインするとか言ってんの、そのデザインとか関係なく写真とか保存して、あとあの運動会とか撮ったやつを入れたいだけなんですけどみたいなので言ったらこれで十分だと思いますとか言われてるけど、あのテンション上げるためだけに買うんでパソコンで頑張ってみる、パソコンで頑張ってみるっていうのはでもいられないと分かんないよ、メモ帳とかみたいなのもあるできんじゃん、できんじゃん、やろうと思えば、うん、いやそれをだからデータにしてもらえる、それをまず作って、うん、でイラストレーターにしてもらえる、うん、知らんけど、知らんけど私も分からない分からないですよ、何ができるのか知らんけど書くことはできるじゃん、できんじゃん、うん、やつはあれ、うん、いられなくて、ね、で改めて30周年 OPD、まあ、今日からスタートしたということなんですけど、はい、いかがですか感想とか意気込みとか、意気込み、意気込みなんやろ、もう意気込みも何も何にも思いつかない、もうなんで私だけこんなんなんやろっていうことしか思いつかない、聞いてなかったから今ほんま聞いてなかったから、おかしくない、まずねちゃんとしてる、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、何これ、着替える暇もなく出てきてる人に撮ったあかんか、受ける受ける、うん、まあでもこんな感じですよ、そうそうそう、ね、実際、ね、実際30年経ってますから、はい、ね、こんな感じでお届けできればなって感じ、違うかな、ありのままで、ありのままで、ありのままでね、それ作られ、そうそう、作ったりとかこうどうですかみたいなのはないから、まあね、今からいろんなこと詰めていくから ね、 そうね、自分たちでもこうね話しながらどうやっていこうっていう段階だからね、手探りの段階なので、はい、自分たちもどうなるかが楽しみという感じだね。まとめてくれました、綺麗になんかね、まとめてくれ、まあただ一つ言えるのは、うん、そんなに大したことはできひんと思うので、
気軽な感じで、見に来る人も気軽な感じで、やる方も気軽な感じで楽しめたらなと。そうね、今の自分たちができることを、そうね、なんかそういう感じで、ただ本番はこれじゃないっていうの、ね、それだけは、これだけはもうちょっと、ね、もうちょっとだけちゃんとしようかな、もうちょっとだけちゃんとしましょう。すみません、楽しみです、はい、なので、ちょっと今後あのこの中尾藩の YouTube の方でちょっと密着とかおかけさせていただきますので、ありがとうございます。よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は揃って衣装をちょっと見に行こうかというお話を伺いたので、はい、ちょっとだけ撮影させてください。はい、行きましょうか。ちなみに何となくイメージみたいなの決まってるんですか？あ、イメージね、なんか白か白っぽい、白っぽいので、それ明るい、明るい、そうもの、ね、感じ。だからおばちゃんが来てもパーッとなるやつ揃える感じなんですか？いやー、なんかこう統一感がありつつっていう感じのイメージ。今時のアイドルみたいな、いや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 アイドルとかで年齢相応のというか、こんな感じ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 、あこういう感じの、なるほど、やつ落ち着いた感じ、大人な感じ、大人の OPD を、大人の OPD、 わかりました。安いとこで探してます。了解でございます。 H&M で、安いとこで、ええもん揃ってますから、はい、レッツゴー。もうそれがすごい、2軒目、なんとなくイメージは、イメージはちょっとね、1軒目でなんとなくね、こんな感じかなっていうのはできたよね。でもね、できた、できた、そうそうそう、ちょっと他にもね、いろいろ見て、ね、はい、そうですね、そうしましょう、比べて、その中で一番いいのを選んでいく、はい、そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう、はい、ザラ、ザラで、あ、なんかちょっと、すみません、ちょっと高いんやって、ちょっと高いねんて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日一旦3軒回った感じですけど、良きものは見つかった感じですか？まあまあまあ、うん、イメージね、イメージな、イメージは方向性、そうだね、こんな感じかなみたいな、決められへんかったね。似合う似合えへんとかね、着てみないと結果わからんかったりとかね。結構見ましたよね。見た、やっぱ5人難しい、揃えようと。3人やったらそなんかバランスよく揃うけど、うん、5人になると難しいとか、衣装さんってすごいですね。いや、ほんまにな、ね、改めて思う。いや、すごい。まあ、ちょっとまた改めて、別日、はい、また設定しますんで、はい、また買い物一緒に行かせてください。すいません。お疲れ様でした。ありがとうございます。